アジアカップ2011日本の初戦です。岡田監督からザッケローニ監督に変わりました。新しい日本代表、ゴールキーパー川島、内田、吉田、今野、長友の4バックだと思われます。そしてボランチに遠藤と長谷部が入って、おそらく今日は前田がワントップに入り、その下で香川、本田圭佑、松井といったところがおそらくポジションを変えながらプレーするという時間帯が多くなると思います。の方は長身の選手が揃っているわけではありません。フォワードの前田のフィジカルは勝てると思いますが、その前田に行った、前田のシュートだ。前田の左足、3人対応いっているヨルダン、ここは早いですよね、ヨルダン。おっと、面白いことだ、スルーして香川のシュートだ。ここもシャフィーの対応、かわしてシュート打ってくる。日本先制されました。前半まもなく45分になるところ、ヨルダンに先制を許しました日本。角度をつけたということですから。さあ蹴るのは本田か、本田が蹴っていった、回してくる、まだチャンスある。あーキーパー出ました、シャフィーです。8番ですから松井です。松井に代わって岡崎の投入です。そして香川が周りを見てからボールを受ける。そして岡崎走り出した、スピードが上がってきた、エリアに入ってくる、1人かわす、2人かわす、いいクロスを上げてきて、初めのシュート、外れました。遠藤、前を向けるか、岡崎のシュートだ、左に外れました。テルが危ない、長友マーク、そして本田、強いボールで入って、エリアに入って、右足シュート、こぼれません、こぼれません。フォローにはいけなかった。今日本の戦いの中でショートコーナーだ、中がしっかりクロスを上げてくる、ヘディングシュート、追いついた、吉田のヘディングシュート、同点。これですよ、後半ロスタイムにようやく日本追いついた。長谷部の気持ちと吉田の飛び込んできたこの高さ、ここでさっと長谷部が動いたんですよね。相手が少し集中切らしたところ、ショートコーナーして変化つけてきた、そこに吉田が入ってきた、これは助かりました。そして吉田が今上がりっぱなしになっている、センターバックの吉田、その吉田にボールを当てていく、こぼれる、こぼれる、フリーだ、フリーだ、こぼれて、あーシュートまで、助かりました、これは、はい、ゴールキックになりました、はい、早く攻めるチャンスがあります。ここで試合終了。アジアカップ日本の初戦、1対1の引き分け。第1戦 の後半の時は流れが良くなった部分もあったと思いますが、はい、おそらく今日もトップ下に本田、これでスタートするでしょうか。選手がどうやりやすいかっていう問題ですから、その中で試合の中で選手たちが考えてやると思いますけど ね。また右が空いていましたので、そこを使う、今度は内田、ふわりと上げる、チャンスだ、シュート、高内田、そして走り出したスペース、裏を突く本田、逆のサイド、前田が走っています、クロス上げる、チャンスだ、香川シュート、シュートまだ打てない、シュート打った、まだありますよ、まだある、後ろから長谷部シュート決まった、日本先制。前半の35分、日本長谷部のゴールで先制しました。いやー、よかったですね、本田選手の仕掛け、いやー、シリアのプレッシャーが早い、しかしそれは読んでいました。さあちょっと危なくなった日本、集中力が大事、川島どうだ、あ、オフサイドでしょう、オフサイドでしょうか、旗は上がっています、旗は上がっています、旗は上がっています。しかし主審は今 PK をジェスチャーしたようにも見えましたが、ラインズマンは旗を上げています。あ、 PK ですか、川島選手にレッドカードですね。いや、今川島にレッドカードだ、川島にレッドカード、日本のゴールキーパー川島退場。
西川が準備です。日本の西川守りたい。そうですね、見せどころでしょうね。いやー、同点にされてしまった日本。後半の31分、またここは遠藤、縦への縦のパスが入る。岡崎、そして本田、シュートー、キーパーに弾かれた。行ってますね。はい、人数は足りないんですが、その分は、あ、裏を狙って岡崎だ、岡崎だ、岡崎ボールキープ、倒れる、 PK を得ました日本。さあ今度は日本が PK、 ペナルティーキックのチャンスを得ました日本。後半の36分を経過したところ、本田が蹴ります。決めた、勝ち越しゴール本田、2対1、再び日本リード。本田の落ち着き、鮮やかなゴール。いや、一番プレッシャーが、遠藤が前に出る、裏を狙ってきたシリアラ、しかしが岡崎のディフェンス、危ない、前が開く、シュートに来た、あ、西川防いだ、防いだ、西川防いだ、ハティーブのシュートでしたが、ここで試合終了。日本2対1、逃げ勝った、勝ち点3を積み上げました。いやー、アジアカップ初勝利、日本勝ちました。いやー、これは今日の日本のメンバーです。西川がゴールを守ります。内田、吉田、今野、長友、中盤に遠藤と長谷部、その前に香川、柏木、岡崎、この3人の位置関係はどうか。そして前に前田を置いてきます。今ピッチに散った日本の選手たちを見ますと、岡崎が右に、そして真ん中に今香川がいます。まあ、もちろんやはり怪我人が出たということで、遠藤、長谷部のどちらかを前に上げるという選択もあったんですが、ザッケローニ監督は昨日の記者会見で、システムを作っている最中にあまりいじりたくなーっと、岡崎が抜けるオフサイドはない、浮かす、そのままゴールか、日本先制点、オフサイドなし、日本先制点、前半の8分、岡崎でした。抜けていきました岡崎。まあ岡崎らしい、はい、素晴らしいゴールじゃないですか。左サイドへ展開、香川はまだそれほど中には今日は入ってきていない状況。今入ってきて丁寧に上げる前田の裏だ、岡崎、2点目、13分2対0、丁寧ないいボールでした。日本のザッケローニ監督の話を総合しますと、やはりこの相手のゴールに近いところで中盤の選手がどれだけいい形でボールを持てるかということを考えていますが、前田、前田この大会初ゴール、3対0、前半の19分、3対0になりました。途中同点という情報でした。したがってヨルダン勝ち点5、シリアは勝ち点4、このまま終わりますと日本がトップ、ヨルダンが2位ということになってきます。中へ、前田今日2点目、右からのクロスでした。後半の6分、いいことじゃないんですよね。もう体も疲れが出てきますし、でもそれはワールドカップも一緒なんですね。そうですね。前田サイドを見る、開ける柏木がいるが、細かいところだ、岡崎ハットトリック、素晴らしい。後半30戦は思わしくない結果で終わって、そこから立て直してきた1次リーグです。はい、まあ、カタールの前線もかなり力がありますし、はい、スピードもある、まあ、そういうチームとアウェーの中でやれますからね、楽しみです。試合終了、日本完勝、5対0、西アジアの雄サウジアラビアを下しました。岡崎ハットトリック、前田2得点、一番いい形で決勝トーナメントに入ります日本です。今日からいよいよベスト8の激突、準々決勝が始まります。日本対カタールです。両チームの通算との対戦は7ゲームを消化して
日本は1勝4引き分け2敗、カタールの方が通算では上回っています。バランサーのローレンス右サイドへ展開、シュートなんでしょうか、よく抑えた、もう一つ来た、その前のはロングシュートだったんでしょうか、まあ、狙っていったと思うんですけども、やはりカタールは左のサイドバックのポジションに16番のサイードが下がっている。セバスチャン角度はないが中を見る、自分で仕掛けるか、切り返す、シュートだ、カタール先制、日本先に失点12分、注意していたセバスチャンにやられました。前半の25分になろうとしています。早く展開している長友が仕掛ける、自らシュート、ナイスシュート、切り返して右足で打ってきました。非常にこうセットプレー、そしてワンタッチで動く、はい、こういったとワンタッチを増やしたいですね、間でね、空いたか、ワンタッチだ、いいですね、抜けた、決まった、同点、オフサイドはない、日本同点、香川が押し込んだ、28分、日本同点、前半のうちに追いつきました、1対1の同点。バイタルエリアに香川、長谷部だ、前が空いた、シュートか、いいシュートだ、こぼれる、キーパーよく反応しました、いいミドルシュートでした。そうですね、やはり本田選手がです。セバスチャンと吉田の関係で吉田がファールを取られました。ん、吉田にイエローカードが出ようとしているんでしょうか。吉田は今イエローカードを1、前田が前で張って、長友中フリーだー、岡崎、いやうまかったですけどね、おっと、ちょっと不用意なボールでした、吉田のプレー、もっとファウルを取ったのか、いや取られたのはどちらか、あー吉田、うん、ね、吉田が2枚目、退場、日本の吉田退場、日本同点で1人少なくなりました。後半の17分、日本のピンチ、速いボールだ、そのまま入ってしまった、後半の18分、またカタールリード、2対1カタールリード。さあ日本は追いつくために少し無理をして攻めにかかる必要も出てきました。岩政登場、この大会2試合目、中盤で香川のところに入る、いや1人セバスチャンを残して全員が引いている、裏だ、岡崎、香川、1対1だ、同点、1人少ない日本同点、25分、1人少ない人数で追いつきました日本。香川今日2得点、カルファのカタールのサポーターを黙らせました。しかセバスチャンシュートのタイミングで入ってきた、シュートだ、外、外です。時間が少ない中日本のチャンス、タイミングを見る、あーっと一人選手が倒れてる、後ろから押された、長谷部、あっと遠藤が倒れてる、裏向けた、香川、香川、香川、決めた、開いた、日本勝ち越し、後半45分、日本勝ち越し、初めてリードしました、日本勝ち越し、粘りの中から生まれた勝ち越しゴール、香川が粘りました、岡崎が入ってきました、日本勝ち越しのゴール、オフサイドフラッグは上がらず、2度追いついて初めてリード、香川選手のドリブルも素晴らしかったですけどもね、香川選手に出した長いボールが入ってセバスチャンのところだ、永田の投入がここで光りました。試合終了、日本逆転で勝ちました。後半ギリギリの勝負、2度追いついて勝ち越し、苦しい苦しい試合でした。10人での戦いです。井ノ原の決勝ゴール、また一つアジアの苦しい戦いを制
した日本です。この経験でディフェンダーは左から長友佑都、そして今日が28歳の誕生日今野康之、そして出場停止の吉田に代わり岩政が今日はセンターバックに起用されています。守備のディフェンス、その意識というのを伝えています。ザ・クローニ監督、いいボールが入ってきた、ヘディングシュート、ポストの左、岡崎のヘディングシュートでした、はい、壁は2枚、直接来た、ゴールキーパー川島弾いてる、ヘディング、本野がヘディングで最後クリア、遠藤がボールをキープして本田圭佑ダイレクトを使う、長友、中には2枚、あ、入った、前田の頭が行った、岡崎、ポストに当たった、ダメだ、岡崎のヘディングシュートだ、ポスト、入ったと思いましたね、左でね挟み込むようにボールを奪いました。前田良京を使います。中には本田と岡崎が待っている、前田がドリブルでいく、ペナルティーエリアの中、角度がない、倒された、ホイッスル、センターバックのファン・ジェオンからこのロングボール、ね、このこういうボールですよね、おお、ホイッスルが鳴って PK だ、なんと PK だ、なんですか今の、これ肩で当たってるだけでしょ、これあ韓国のエースパクチソンがピーク、決められた、日本韓国に先制を許しました。韓国のヒソンヨンが PK 成功、日本は1点を追いかける展開になります。ここから香川チャンスになる、前田、香川サイドを変える、内田がフリーになっている、中には大崎、内田ふわりと浮かせた、来ただろ、本田の頭、前を見て遠藤を使ってきます。香川、左サイドバックの長友がポジションを上げている、本田圭佑、本田が縦ドリブルに仕掛ける、本田から長友、いいボールが取った、チャンスになる、1対1、逆サイド入ってる、逆サイド入ってる、シュート、よし、前田陽一、同点ゴール、日本が同点に追いつきました。今の長友の動きもどれぐらい、60メートルぐらい走ったじゃないですかね、七海さん。そうですね、しかも自分で一応開いてスペース作ってからもらいましたから、素晴らしかったですね。これ本田のねタイミングももう絶妙でしたね、これね。そして最後遠藤、いいですね、今回本田、本田がボールをキープする、2人に囲まれる、シュート、キーパー弾いた、前田が詰めている、ファーサイド、香川、香川、本田、シュートコースがある、前田良一、オフサイドはない、シュート、人数は足りてますからね、落ち着いてね、折り返して今度が対応する、まだボールキープ、サイドネットです、陽一のヘディング、セッタードロボール、再び前田が攻める、あ、危ない、川島を抑えた、川島を抑えた、ただ今韓国の13番のクジャチョルも、はい、ちょっとその腿の裏を伸ばしているような試合ありましたからね、はい、本田圭佑右足から、岡崎、岡崎のヘディングシュート、71回目の日韓戦です。ただ過去の通算戦績は全く関係ありません。陽一、今度は日本のチャンスになる、前田がボールをキープする、相手を振り切った、アドバンテージを取っている、勝負しろ、岡崎から本田、勝負しろ、本田から岡崎、いいボールが出た、ホイッスルが鳴った、 PK か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 、 PK だ、 PK だ、 PK 獲得、よし、日本が岡崎の突破から PK を岡崎の突進ですね、効きますね、これはね、うん、ただね、ただ この時点では外だ ね、はい、相手の選手はただペナルティーエリアの中に入っていました、ただファール、ここは外ですよね、はい、だからまあいいんじゃ、キッカーはもちろん本田圭佑、素晴らしい爪ですね、なんか本田、ま、前もねちょっとこう、はい、こちらにキックしたんですけども、よくかばして、本田拓也が投入されます。 E4 挙には本田拓也が行く、ふわりと浮かせたボール、落とした、危ない、危ない、シュートは危ない、下げない、切り返した、日本の壁だ、日本、決まってしまった、この粘りがね、日本同点
川島を中心に日本の選手たちが今円陣を組みました。まあ、川島はね、はい、すごく男気のあるゴールキーパーですから、はい、やっぱり自分が今まで会場になったり、はい、いろんなことをですね、やっぱここで返したいというね、はい、気持ちはね、絶対っていうのは、まあ、監督にとっては高い。決めてくれるでしょ。決めました。今度はしっかりと、はい、おー、これ外すよ、外すよ、取れ。蹴ったら川島の左ですね。どうだ、止めた。川島2人連続止め。ああ、長友はちょっとね、ゴールの枠を捉えることはできませんで、外した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 。日本は今日が28歳の誕生日。バースデーゴールですね、これは間違いなく。決めた、日本決まった。今度が最後は決めた。日本素晴らしい、韓国を下す、見事決勝進出。日本が韓国を破りました。ジェディナック、中を収める、後ろが上がってきた、サイドになった、真っ赤いだ。3番のカーニーが入れる、また高いボールだ、競り勝った、オーストラリアだ、ピンチ、日本のピンチ。いやー、高い打点のヘディ。いやー、本田が持つだけでこれだけハリファが湧きます。裏へ、岡崎、中だ、中、前田が空いている、自分で勝負だ。あっと、ハンドのアピール、ハンドのアピールですが、ノーファール、ファールはない。当たりましたけどね。あ、キャプテンのニール、浮かせる、おっと、浮かせる、シュートが来た、外、た、外でした。得意の左足ではなく右足。これだから、はい、4と4 の、 その最終ラインと中盤のブロックの間で受けた時に、スピードアップするといいですよ。さあ、間で受けた、足で前だ。前だ、いやー、ホルマン、ミドルシュートか、ウィルクシャーが来る、上げてきますよ。奥はどうだ、あーっと、キーパーに当たった、キーパーだ、ない、クリアだ、クリアだ、入ってはない。いやー、ゴールだというアピールをしているオーストラリア。さあ、ここで先ほどの交代の通り、藤本に代わって岩政投入。いいと思いますね。長友仕掛ける、中へ、ミドルシュートか、もう一度仕掛けて、中、岡崎、シュート、コースを変える、前田、中へ、あーっと、シュートだったのか。あ、いいと思いますよ、行ってますから前に、どん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 今相手の来ましたからですね、長谷部が上がる、長友縦に勝負か、中へ、自分で仕掛けるスペースを作った、逆サイドチャンス、大きなチャンス、決めきれなかった岡崎。あ、大関監督の表情が厳しくなっている。今流れはこのザッケローニ監督率いる日本に来ています。スタジアム、長いボール、ケーヒルと吉田、あーっと、キューベルが抜けてきた、日本のピンチ、川島止めた、止めた、スキーパー川島のファインセーブが出た。いやー、キューベルできている、長谷部がボールを生かす、取られた、このボール吉田がついている、カバーに今度も入ってきている、あーっと、
これはピンチだ、川島よく防いだ、川島また防いだ、ヒヤッとする場面でした。アジアカップカタール2011ファイナルは日本対オーストラリア。アジ延長になってからリータダナリ投入。リータダナリも182センチあります。高さがあります。そして勢いがあります。何よりも J リーグでゴールを挙げたことによって招集されたフォワードでもあります。使うエマートン人に強いタイプ。前が空くと怖い。クルーズが逆サイドでフリーだー。抑えた抑えた。川島右手一本で弾きだ。川島好セーブ、助かりました日本。長友、今度は長友仕掛ける。エリアの中だ、シュートが欲しい。本田惜しい、惜しいシュートでした。長友の仕掛け、プレイヤーも入ってきている。横に今度は変化しているボールが抜けるか。ジェデナックがいる、後ろからシュート来た。17、本田が粘る、はい、いい形だ。長友、リータダナリは今一番ファー、近いサイドに岡崎。この長友の仕掛けを嫌がっている感じのオーストラリア。長友は徹底的に行く。遠藤作る、日本ビルドアップをする。今度も来る、もう一度遠藤へ、長友に入る、仕掛ける、スピードで振り切る、完全にフリー、フリー、おー決まった。日本先制で延長の後半4分、長友の仕掛けからリタダナリ、リタダナリこの大会初ゴール。日本アジアチャンピオンに一歩近づいた。素晴らしいボレーシュートでした。簡単じゃないボレーシュートでしたよ。 J リーグで見せたキレをこの大事な場面で見せたリタダナリ。いや長友も見事でしたね。あの素晴らしいボールと、あとこの仕掛け、長友が仕掛けて完全にもうウィルクシャーが動けなくなりました。ここノーマークでもね、ここの場面最後のチャンスになる。ロスタイムまもなく2分になろうとしている。3番のカーニーの左足か、壁がジャンプするのか、蹴ってきた、壁だ、よっしゃ跳ね返った、終わり、まだあるか、シュートが来るのか、日本防ぐ、クリアか、おっと日本ピッチだ、終わり、試合終了。日本アジアチャンピオン、2大会ぶり4度目のチャンピオン。苦しいゲームでした。延長後半で決着、リタダナリの見事なボレーシュートでした。激しいゲームを全員で勝ち取りました、ザッケローニジャパン。大会の歴史の中で4度目の優勝を果たしたのは日本が初めて。そしてブラジル大会に向けて2013年のコンフェデレ、このアジアカップカタール大会の MVP は日本の本田です。2大会ぶり、大会最多4度目の優勝。日本にとっては歓喜のフィナーレになりました、このカタール大会です。何度見ても日本のファンにとってはいい瞬間です。そしてこのアジアで勝つことがまた世界へのステップのベースになっていきます。その通りだと思いますね。このきらびやかな舞台に立てるのは1チームだけ。アジアカップがザッケローニ監督の手に渡りました。そしてこの瞬間にスタジアムの周りで花火が上がりました。